逃げようと思ったら殺しちゃうからね。うん、このままぐさりってこと。いっぱい血が出て痛いはずだから、そんなことを考えない方がいいと思うよ。あ、痛いって思う暇もないか。シューラ、クンはつかないぞ。シューラ、たくみ、あいつなら今教団本部に行ってるよ。お前のことを報告するとかなんとか。じゃあ、俺も行くけど、おとなしくしてろよ。これからあるところに向かいますが、あなたにも一緒に来てもらいます。教団本部ですよね、市議様。シュラ、余計なことは話さなくていいのです。市議様。それに、あなたは玄武の巫女の仲間のようですし、玄武の巫女たちへの人質に使えるかもしれません。
決めることです。あなたはおとなしく、シギ様？シギ様！死んじゃったの？シギ様、助かるのか？マリコ、シギ様、助かるのか？わかった。すぐに持ってくる。何をしているのです？このくらいの熱は。Thank you.
様どうなんだ。俺、死に様がいなくなったら。それよりも、なぜこんなことをしたのですか？あなたは、自分が人質だということを忘れているのですか？もう少し自覚を持ってほしいのですが。もういいです。ですが、今回のこと、素直に感謝します。シュラにも感謝してますよ。俺、役に立てて嬉しいです。
え、そこまでしなくても。あなたは異界から来たと言いましたね。匠と一緒に来たということも間違いないのですね。あなたは第五教団をご存知ですか？彼はそこから補充兵員として送られてきた兵士なのです。あなたの知っている匠とここの匠が同一人物だと言い切れますか？ところであなたはなぜ玄武の巫女たちと行動を共にしていたのです？事情は分かりましたが、あなたは玄武の巫女の仲間だということには間違いないようですね。人質という立場は変わりませんが、逃げるつもりさえなければこの宿営地内では自由にしていて構いません。ええ、
これで僕の質問は終わりです。目の届く範囲にいるならお好きなところへどうぞ。俺、マリコのこと殺さなきゃならないのかと思って心配したんだ。巫女だったら本当に殺さなくちゃならないしね。ううん、違うよ。教師様が…あれ?様が、なんで教師様なんだろう。選択するんだ。そう、あんまり遠くに行かないでね。逃げ出そうとしてるのかと勘違いして殺しちゃうかもしれないだろ。